菊池彩香は、日本の元ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーである。旧芸名、菊池彩香。東京都葛飾区出身。2006年12月3日、第3期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格。2007年4月8日、AKB48 劇場での、チーム B ファーストステージ、青春ガールズ初日公演において、 旧チーム B の一員として公演デビュー。ロマンス、イラネで初めて選抜メンバーになるなど、柏木由紀、渡辺真由らと共に、旧チーム B の主力として活動する。公式サイト上でのニックネームは、アヤリン、または、菊地、菊地。本人は、菊地ではなく、アヤリンと呼んでほしいとステージ上で、たびたび発言していた。2008年7月末、 交際していた男性とのツーショットのプリクラ画像がインターネット上に流出、翌月の公演を全休するなど、事実上の出演停止状態に入り、AKB48 のメンバーとしての自覚に欠けた軽率な行動を取ったとして、同年8月15日付で解雇が発表された。同時に、同年6月から所属していたプロダクション小木からも契約会場が発表された。 解雇が噂されていた同年8月13日には東京スポーツが8月14日には九州スポーツが写真実名入りで解雇を報道した。AKB48 公式モバイルサイト内の待ち受け画面やキーボイスなど関連コンテンツはすべて削除されたがナップスターで配信されたベビー、ベビー、ベビーのメイキング映像は残された。2008年11月 AKB48 第4回研究生オーディションに合格し、同年12月20日に開催されたコンサートにおいて、研究生として復帰した。2009年1月18日、公式ブログにおいて、正式に復帰が発表された。これを機に、芸名、菊池彩香が使われることになった。2009年7月、フランスパリ郊外のビルパントで開催された。 ジャパンエキスポ2009でのライブに研究生では唯一参加した。同年8月23日に開催された読売新聞総監135周年記念コンサート AKB104 選抜メンバーソカク祭りの夜公演にて同年10月よりチーム K に昇格することが発表され2010年3月12日にチーム K に昇格したことで502日ぶりの正式。 メンバー復帰を果たした。また、AKB48 の各チーム再編後は、チーム K が最も早く新体制での公演を開始したため、松井咲子と共に7期生で最初の昇格者となった。CD 選抜メンバーとしては、14th シングル、リバーのカップリング曲、君のことが好きだからで、アンダーガールズとして復帰を果たしている。その後、 週刊ヤングジャンプのスペシャルユニットチーム YJ のメンバーにチーム研究生の中から唯一選ばれた。そして2010年3月17日よりわたり廊下走り隊に加わることが発表され、同年3月1日付で約1年半ぶりにプロダクション小木所属となった。2010年11月27日に開催された東京交通安全キャンペーン交通事故。 帽子ラッピングバス発表会にゲストとして出席した。また、同年には映画、罰ゲームにも出演している。2011年4月16日に京セラドーム、大阪で開催された全国握手会イベント、AKB48 祭りパワードバイ、熱心テレビでにファーストシングル、エブリデーカチューシャが初披露された際に、同局のシングル選抜メンバーに選定されたことが、 明らかにされた。菊池のセンバズ入りは、ナインス配信限定シングル、ベビー、ベビー、ベビー、以来約3年ぶりとなる。同年6月13日発売後、週刊プレイボーイにおいて、AKB48、12.5期研究生という、触れ込みで、江口愛美と称する新人のグラビアが掲載された。秋元康氏も、彼女こそ、究極と太鼓判を押しており、 江崎グリコアイスのみの広告で、他のメンバーを抑えセンターに登場するという破格の扱いが発表されていた。しかし、同年6月14日の昼過ぎ、菊池がブログに、はじめまして江口愛美さん、ついに噂の人が完成したんだね。私も撮影したんですが、果たして私の顔のパーツいつ使われるのでしょうかと書き込んだため、江口愛美は実在しない人物で、 メンバーの顔のパーツを合成して作った CG ではないかという説が濃厚となった。ブログの当該部分の記述は即座に修正され、翌15日に菊池はブログ上で謝罪した。そして同年6月20日、CM の放送開始に合わせて江崎グリーコから詳細が発表され、大方の予想通り、江口愛美はメンバー6人の CG 合成であることが明らかになった。 なお、同社のサイトでは菊池を含む47人のメンバーのパーツを自由に組み合わせて遊べる推し面メ,メーカーも公開された。2012年5月から6月にかけて実施された AKB48 にセブンスシングル選抜総選挙では51位でフューチャーガールズ入りを果たした。同年8月24日に開催された AKB48in。 東京ドーム1830メートルの夢初日、公演において、チーム A に移動することが発表された。同年11月1日、チーム A に移動。11月2日、チーム A ウェイティング公演のスターティングメンバーとして、新チームでの活動を開始する。2013年5月から6月にかけて実施された、AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙では51位となり、 フューチャーガールズに選出される。2014年2月24日、ゼップダイバーシティで開催された、AKB48 グループ大祖閣祭りにおいて、NMB48 チームウ N への移籍が発表されたが、異議申し立てにより移籍は取り消しとなり、同月27日、AKB48 チームウェイに残留することが確定した。同日、異議申し立てをした理由について、 自身のグーグルアカウントで、まだ私には AKB でやり残したことがあると述べた。同年4月13日に開催された、チーム A ウェイティング公演において、AKB48 を卒業することを発表した。同年4月21日に開催された、チーム A ウェイティング公演が、卒業公演となった。同年9月23日に、パシフィコ横浜で開催された、マイシカムカネー。 劇場版発売記念大役司会をもって AKB48 としての活動を終了した。AKB48 からの卒業公演を行った2日後の2014年4月23日に発売された女性ファッション雑誌マキア6月号より同志の専属モデルとなった。2014年12月21日に交際していた一般男性との婚姻届を 同年11月22日に提出していたことと妊娠していることを公式ブログで公表した。その後、2015年4月30日には第一子となる男児を出産した。2016年5月31日をもってプロダクションをギとの契約が終了となった。2017年3月10日に第二子となる女児を出産。アックスプロダクションオギアックスプロダクション。 小木チーム B ファーストステージ、青春ガールズ公演チーム B セカンドステージ、会いたかった公演全員参加局ではあるが、スカート、ヒラリでは、フロントメンバーで登場する。チーム B サードステージ、パジャマドライブ公演チーム K ホースステージ、最終ベルが鳴る公演チーム A フィフスステージ、恋愛禁止条例公演チーム B ホースステージ、アイドルの夜明け公演チーム研究生、 アイドルの夜明け公演チーム系フィフスステージ、逆上がり公演シアタージー、ロッソ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム系シックスステージ、リセット公演、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演。ありがとうございます。